どうも、ヌルです。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、続きを遊んでいきたいと思います。郵便屋さんから手紙をもらいまして、マトーニャさんから、来たみたいですね。先日はわざわざお越しくださったのに、大してお構いもできず、失礼しました。最近はすっかり体の具合も良くなり、主人の趣味の雪滑りを楽しんでいます。リンクさんもまたスノーピークにいらっしゃることがあれば一緒に滑りましょうねということで、あんまりいい思い出ないな、スノーピーク。で、町にやってきまして、次の目的地を目指すために話を聞きに行きたいと思います。賑やかですね、ハイラル。よし、テルマのお店に入ってみましょうか。よし、次の場所はどこに行くんだ？チェック。萌が向かった聖なる森とはこの印のあたりか。フィローネの森ですね。じゃあフィローネの森に行きますか。あ、飲んじゃった。もったいないことしたな。ワープします。ちょっとお屋敷にスープもらいに行こうかな。夫婦でいる。おお、おめえ久しぶりだな。嫁さんもすっかり元気になっての。天気もええから雪滑りに来てるだよ。どうだ、お前もやっていくか。はい。じゃあ、おいらのうちまで競争だべ。早いよ、おとっちゃん。負けないぞ。ういうい。うい。うい。ああ、落ちちゃった。あーっ、さすがお父さん、ここで抜かされると厳しいな。よし、インをついて抜かすことできた。はい、あー落ちた。そう、最後悔しいな。
ぶつかるとすごい弾かれる。わははは、おら負けちまったぞ。メスジがええと、勝負の違いがあるってもんだ。また勝負したくなったら山頂に来るとええと。お邪魔します。スープもう一個もらっとこう。これじゃなくて、フィローネの森に行きます。この人かな？こうしてお前とこの森に来るのも随分久しぶりだな。知っているか？この深き谷の向こう、聖なる力で守られた森の奥深くに悠久の時を眠る神殿があると言われている。ハイリア人の祖先によって作られたその神殿には今もなお古代の優れた文明が残されているらしい。もし古の文明の力を手にすることができたら、それはきっとハイラルを救う大きな助けとなると思うんだ。リンク、この谷を越え古の文明の力に触れる役目引き受けてみないか？お前ならそう言ってくれると思ったよ。谷を越えるには俺の相棒を使うといい。
輝いてる。こいつをバカにするなよ。よく飛ぶんだから、本当に。絶対谷を越えられるから、騙されたと思って飛んでみな。すげえ飛ぶ。こっこすげえ。これも越えられるのかな。いや無理だ。高さ的にここは越えられるけど、でここをこう越えて、でここは疾風のブーメランですね、多分。あれ疾風のブーメランじゃないのかな。これでいいんだ。で、ここを使って橋に飛び移ると、で、ブーメラン使って回して、ここを持って、これってやったっけ。これやったやつですね。森の世紀スタルキッド久しぶり。待って。こっちかな。向こうだ。
違う。広場のどっかにいるな。
行け行け、楽しかったぞ。お前を秘密の場所に通してやる。石像があるな。聖なる西の森、ここのことだったのか。だけど神殿なんて一体どこにあるっていうんだろう。マスターソード手に入れたとこじゃないの？たいか。1、2、あ、全部でこっち。コウモリ撃てんの？これでポータル開いた。よし、人の姿に戻って探索をしましょう。ここは何なの？あとこっちは何？あ、出ちゃう。でも爆弾で壊せそうなとこ、こういう。ゴーストかい。なんか
宝箱来た。何が出るかな。お、ハートのかけら。思わぬ発見でしたね。さて、戻ってきました。なんかチリーンって音が光ってる。虫がいるのかな。ん、下にいる。いや上にいて。上にいる。どこにいるんだろう。なんかよどんでる。ここは時の神殿。綺麗ですね。お、させる。おばちゃんとその息子が一番乗りしましたね。時の神殿。ダンジョン攻略ですね。なんだこれ。今マップ見たんですけど、8階までありますよ。すごいな。縦長で横には狭いのかな。まあ、ちょっと定かではないですが、次回からここの時の神殿を攻略していきたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。